レッドウッド城、レッドウッド城はアイルランドのティッペラリー県ロラにある古城。城は西暦およそ1200年頃にノルマン人によって建てられ、マック・イーガン家がこの土地に定住するおよそ1350年まで最初に建設したノルマン人が城を占拠していた。代々続くブレオンであり、法律家でもあったマック・イーガン一家はこの地に学校を開いた。 学校は一家によって数百年もの間公演を受け続けた。城はこれまで幾度も拡大や改築が行われており、特に1350年と1580年に行われたものが大規模である。初期の厚い石壁を除いて建物は当時のアイルランドにおける要塞によく見られた建築的特徴やシーラなギグを含むなど、やや一般的ではない特徴も備え持っている。 その後も城は、およそ1650年に行われた、オリバー・クロムウェルによるアイルランド侵攻で押収されて燃やされてしまうまで、マック・イーガン家による占友が続いた。城が建っていた場所は、廃墟のままで、個人である名誉の法律家、マイケル・ジェイ・イーガンが1972年に一帯を購入して、回収を行うまでは、外側の厚い壁のみが佇んでいた。 レッドウッド城が個人の邸宅として使用されていた間は7月4日から9月1日の午後2時から6時まで一般に公開されていたことがある。近年では複数のイーガン一族集会がこのレッドウッド城で開催されている。ありがとうございます。